格闘機会を揺るがす事件が BREAKINGDOWN エンターテインメントの最新章を迎える中朝倉未来氏が断固たる措置を取った BREAKINGDOWN 社長としての決断に世界中のファンが一致団結して支持を示している BREAKINGDOWN その名の通りには単なる格闘技の試合に止まらず エンターテインメント性を追求する興奮とスリルが溢れるイベントである。しかし、その舞台を踏んだ後の選手たちの振る舞いは、時に問題を引き起こすことがある。未来氏が16日に行った声明では、BREAKINGDOWN <laughs> 出場後に逮捕された選手に対し、厳格な処置を取ることを宣言した。これにより、 不祥事に関与した選手たちが今後の BREAKINGDOWN イベントに出場することは不可能となった。発表の背景には BREAKINGDOWN11 の喧嘩自慢決定戦での事件がある。大阪チームの一員であった大輔、シェンロン、そして地下格闘家のサップ西成が先日逮捕された。また、チョン、ツーウェイの名で参戦していたチョン、 10円容疑者も逮捕されたと報じられている。未来氏の宣言に対して、ファンからは熱い指示が集まっている。これまでの試合やエンターテインメントに熱狂してきたファンたちは、当たり前の措置、適切な判断、これで安心だ、といった声を上げている。BREAKINGDOWN は、単なるスポーツイベントを超えた存在であり、社会的な影響力を持つ。 そのため、未来氏の発表が単なるルールの適用ではなく、社会的責任を果たす一環として受け止められている。格闘機会における不祥事や問題行動は、時にスポーツ全体の信頼を揺るがすものである。未来氏のこの決定は、BREAKINGDOWN が健全なエンターテインメントとしての地位を確立し続けるための重要な一歩である。今後は、 BREAKINGDOWN、e、の舞台に立つ選手たちがスポーツマンシックと尊厳を重んじ藩や社会に誇りを持って振る舞うことが期待されるそれが真のエンターテインメントの本質であり BREAKINGDOWN、e、の理念に基づく未来を築くための道である。